あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。よし、あ、あっこに、ここは調合室やけん元老話かな。うん、入れてねえ入れてねえぞ。元老話見えねえし。またも魔物たちを撃退してくれたか。新しい旅の扉も手に入ってようじゃの。あいなよ、実はの、新しい地でお主に探してきてほしいものがあるのじゃ。新たな旅の扉をくぐれば、とある遺跡に行き着くことができるじゃろう。お、遺跡やって。そこは探求者タルバなる人物がかつて住んでいた宮殿の跡地なのじゃ。噂によると、そこには農業の記録と呼ばれるものが祀られており、その記録を知れば自分の力で作物を一から育てられるようになるという。作物を自分たちの手で育てられれば、病に苦しむ患者たちに栄養価の高い食事を作れるようになるだろう。お、アイナ、新しい旅の扉の先で遺跡を探し、農業の記録を見つけてきてくれ。コンパスに目的地が表示された。なるほど、これで農業ができるようになるのか。ってことはこのゲームに、牧場物語の要素が追加されるわけだね。で、ちょっと長旅になりそうだから先に寝ておこう。夜になるかもしれんけんね。お？暗い闇の中に光が見える。どうやら夢を見ているらしい。お？なんか久々じゃない？武器屋さん。ここは武器と防具の店だ。どんなようだね。懐かしいね、こういうの。うん、何か買うのだな。どれにするかね。コンボは60ゴールド。銅の剣は180ゴールド。デスノーノは560ゴールド。革の服は70ゴールド。鎖片ビラは300ゴールド。鉄の盾は800ゴールドだよ。なんかビルダーズってさ、こういうのないけん。鉄のものだね。そいつなら560ゴールドでどうかね。こういうのって全部口で言われて覚えて買うんかな。メニューみたいなの置いとんかな。おう、買ってくれるんだな。早速装備するかい？え？自分で装備するって？いいんだよ。あんたには世界を救う使命があるんだから。苦労して作った武器を拾ったお金で買う。そんなのはあんただけの特権だ。なんかすごい嫌味を言われた。そういえばそうよね。ていうか、勇者ってさ、人の家にずかずか入り込んでさ、壺を割ってその中からお金を取ったり、タンスの塔を開けて、お金取ったりするやん。普通に泥棒よね。でもいいんだ、いいんだよ。あんたには世界を救う使命があるんだからな。勇者なら何をしても許されるという。さあ、他にも何か用はあるかね。また来てくれよ。遠い記憶のようだ。しかし自分自身の記憶なのか、他の誰かの記憶なのか、よくわからない。ちゃんと最後手振り寄ったね。ビルダーズにはさ、お金の概念みたいなのないよね、なんか。自分で物作るしさ。じゃあ、旅立とうか。お、ほい、旅立つ。なんかお金の概念ないし、まずお金がない。そしてお店もない。まあみんな物が作れない。全部主人公が作るからね。お店って言われても自分でお店をするっていう方しか。今は何なんやろ、物々交換とかなんかな。物々交換もしようかどうかわからんけど、でも頼み事を受けて、なんか報酬でアイテムをもらうっていうことは結構あるけん。こっちで合ってんのか、全然違くね。あっちじゃね。危ない危ない。今確認してよかった。しかも軍隊ガニのさ、色違いバージョンみたいなのなんかいっぱいいるんだけど。あっちの方向、なんかさ、変な湖みたいなの取ったよね。あ、ほらほらほら、スライム型。とりあえず、あっちに渡っていって、あんまりバシャバシャ行きよったらなんか水落ちそう。深いとことかいきなり現れそう。ほら、かわいい。けどまあ、ここには何もなさげだな。ただ単に遊び心ってやつ。ん？どこ？海なんですけど。あ、あっちからぐるっと回れる？なんか陸地あるよね。じゃ、とりあえず、向こう側に、よ。
作業台。ここでも何かが作れるらしい。よいしょ。ん？ここにも作業台。ここでも何かが。あ、こっち側かな？お、普通に渡れた。ん？ここにも。いや、作業台ありすぎじゃね？ん？これは一体、何かしらの建物があるんだけど、こっちから回っていけるのか。え、すごくない？これじゃない？遺跡って。宮殿。いや、でもそれにしては、関所的な感じかな。ね、すごいよね。テンション上がる。んで、ここ通れるね。よかった。なんか骸骨いっぱいおるし、追いかけてくるんだけど。ん？諦めてくれた？いや、何かに気づかれた。あ、しかも、魔法を使う。あ、何あれ？お城？あれってことかな？何か魔法を使われかけてる。あれ？ほら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 、すごい！なんかちゃんとしたお城って感じ。あの中か。へぇー。へぇー。いや、穴。え、なに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 、怖い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 。メイだ。メイだ。いやー。ちょっと待って。これさ、これさ、これさ、これさ。ちょ、お前何？お前何？来たし。来たし、来たし、来たし。あ、てか私もなんで土を持ってんだか。うっ。ちょ、あんたと戦ってる暇じゃねえんだよ、私。あ、なんか破壊してしまった。ごめんなさい。ごめん、お、初めて錆びた金属を手に入れた。木の扉をひらめいた。木の板をつなぎ、金属で補強した扉。草花スコップをひらめいた。地面ごとそのまま掘ることもできる道具。植物などを壊さずに入手できる。鉄の斧をひらめいた。お、これ欲しい。鉄の刃にグリップをつけた斧。とても硬いものを壊せる。やったね。で、あれを倒さないといけないんだけど、どうしよう。石つぶて。石つぶて。怖い。怖いよー。何あいつ、なんかいるんだけど。なんかいるんだけど。やん。やんやん。お、この辺から石のつぶてで。うわ。は、は、は。どうなのこれ。体力減ってます？微妙に減ってんのか。すげえ微妙だけど。近くで切れたらいいんだけどな。あ、近くで、うおぉ！いやー、結構なダメージだぞ。恐ろしいよ。これ、あれじゃない？あの、メルキドシールド的な感じでさ、ちょっと、うおぉ、なになに？こうさ、こいつの目の前に、やめてよ。こう、ほら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 。やっぱり、防げる。ってことで、こういう感じ。こういう感じはいいんだけど、こいつ回り込もうとしてやがるな。いやー、回り込もうとしてやがるな。あ、こいつから、え、間違えた。とりあえず周りにいるこいつを、はあ、なんか壊しちゃった。なんかいろいろ壊しちゃってる。なんかね、あいつね、回り込んでこようとするんだよね。あ、え、どこ行った。え、やっつけた今。違うよね。どこにいるんだろう。なんかこれ自分で出したやつ壊しそう。あ、こういう感じか。あー、待って。そこに現れんなし。やっつけた、やっつけた。これで、バシ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 。この方が絶対早いじゃん、石つぶてより。は。は、どうだどうだ。あ、ほらほらほら。あー、待って。うお。一発のダメージがでかい。でかいんだよ。でもよかった。これさえも壊されたら。お、やったね。イエーイ。命の木の実か、今の。宝箱が解放された。お。宝箱には古い紙片が入っていた。古い紙片に文字が綴られている。人間が竜王に物を作る力を奪われてからどのくらいの歳月が経つのであろう。いつの日か現れるとされるビルダーのために。ここに失われた農業の記録を残す。あ、これ？私は探求者タルバ。伝説のビルダーよ。この世界に再び光を。農業の記録を手に入れた。お、やったね。これで、熊手をひらめいた。
木の棒に鍵状の木材をつけた道具。畑にする。何度でも使える。あ、土を耕し畑にする。何度でも使える。お、やったね。小麦の種をひらめいた。黄金色の穂をつける小麦の種。畑に植えると小麦の苗が生える。大豆の芽をひらめいた。緑色の小さな実をつける植物の芽。畑に植えると豆の苗が生える。おー。種芋をひらめいた。じゃがいもの種となる芋。畑に植えるとじゃがいもの苗が生える。じゃがいもの種となる芋。もうすでに芋なんや。ハートの種。ハート型の赤い果物が実る種。水中の畑に植えると苗が生える。水中の畑？なんだそれ。そんなものがあるのか。とりあえずちょっと取ってしまったもの。石の階段を手に入れた。初めてレンガを手に入れた。とりあえず壊してしまったものはちょっとね、取って帰っとこう。ごめんなさいね、いろいろ破壊しちゃって。じゃあちょっとキメラの翼使って、帰ろう。あ、拠点に帰ります。まだまだ取れるものがありそうだな、あの地には。んで、元老はどこ？あ、いた。へい。今一瞬逃げようとしなかった気のせいかな。おう、アイナ。農業の記録を見つけてきてくれたのじゃな。どれ、早速わしに見せてくれ。ほい。どうぞ。ほう。なんだ？なるほど。太古の人々はこのようにして作物を育てておったのか。探求者タルバなる人物は、人間が完全にその文明を失う前に、人間たちの営みを後世に伝えようとした、リムルダールの学者であったらしい。彼の記述によれば、このリムルダールの遥か南の地に、かつて聖なる祠と呼ばれた聖地があったらしい。聖なる祠そのものは、竜王軍に破壊されて今は跡形もないが、その跡地に生命の力を宿す世界樹が立っておるそうじゃ。お、世界樹か。記録はここまでじゃが、よく調べれば病を根絶する方法もわかるかもしれんの。世界中の歯が必要ですか。ひとまずよくやったぞ、エイナ。まずは農業を行い、作物を生み出してみようぞ。ウエストコンプリート、キメラの翼5つ。お、助かる。ということで、この世界では、世界中の歯が必要になってくるのかもしや。たびたび、モンスターに狙われる世界中ね。大変だわ。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。あのお城のものとか結構壊せるんじゃないか？てか横の扉なんか鍵かかっとったけど気になるね。